ステーン・グリムル・ヘルマンソンはアイスランドの政治家。1983年から1987年と1988年から1991年の二度に渡って同国の首相を務めた。1928年、アイスランド王国のレイキャビークで生まれた。父は同国の首相を二度務めたヘルマン・ヨーナソン。 著名な政治家の息子として、ステーン・グリムルは、世界恐慌が直撃した同国でも、比較的不自由なく、育てられた。一方、父のリビングで議論される、国内情勢を耳にしていたため、第二次世界大戦に対するアイスランドの政治に、とりわけ近かった少年でもあった。父の後を継いで政界に入ることを望んでいなかった、ステーン・グリムルは、1948年に、 アメリカに渡り、シカゴで工学を勉強し、後にカリフォルニア工科大学で学んだ。帰国後、私生活とビジネスキャリアの両方で問題を経験し、最終的には1960年代に政界に身を投じた。1971年、ステーン・グリムルは、新ポ党所属で、アルシングの議員に選ばれた。1979年には、同党の議長に就任する。 1983年、ステーン・グリムルは首相に就任し、1987年まで務めた。また、1988年から1991年にかけて、再び首相の職に就いている。その他、法務大臣、農務大臣、漁業大臣、通信大臣、外務大臣などを歴任している。所属していた、新ポ党においては、 1979年から1994年まで議長を務めた。その後、アイスランド中央銀行の総裁に就任し、1998年に引退した。彼が首相として残した功績については、彼が政治的な悲劇や増収愛に悩まされたと言われるアイスランド政治の古いシステムの最後の体現者であることを大いに考慮すると、 多少の議論がある。この古いシステムは大規模な経済改革とと行政改革を実行した次のダビッド・オッドソン政権で徐々に取り除かれていった。しかしステーン・グリムルを支持する層からは1980年代から1990年代前半の難しい経済情勢に対応したことを評価する声もある。世界的に見て 彼が首相として最高の瞬間を迎えたのは1986年の時であった。彼はロナルド・レーガン・アメリカ合衆国大統領とミハイル・ゴルバチョフ・ソビエト連邦共産党書記長との会談のホスト役を務めた。当時、両国間の軍縮に関する協議が成功するとは考えられていなかったが、レイキャビークでの会談により、 中距離核戦力全廃条約の基本的な合意がなされ、冷戦終結への道が開かれた。同時にアイスランド政府による会議運営も広く称賛された。1991年1月、前年にソビエト連邦からの独立を宣言していたリトアニアに対しソ連は軍事介入を行った。ステーングリムルは、 リトアニア共和国際公会議議長のビータウタス、ランズベルギスを強く支持することを表明した。後に、アイスランドは、リトアニアのソ連からの独立を最初に承認した国となった。ステーン・グリムルは引退した当初こそ、時事問題に対して、あまり自分の意見を述べず、控えめな態度をとっていた。しかし、後に、アイスランドの EU 加盟に反対する組織、 ハイムシンの創設メンバーとなった。また、新ポ党の政策にもだんだんと厳しく批判するようになった。彼は2007年の総選挙で議席獲得を目指した環境保護運動、アイスランド運動を公に支援し、テレビ CM にも出演したが、アイスランド運動の議席獲得はならなかった。これらの活動の結果から新ポ党の 長老としての非公式な地位をほぼ失ってしまっても、なお活動を続けるものと目されていた。晩年のステイン・グリムルは、よく好かれ尊敬される長老政治家であり、1996年の大統領選挙では有力な候補者になると見られていた。しかし、70歳で引退するという意向を述べて、速やかにこれを誇示した。 彼の伝記は1998年から2000年にかけて3巻が出版され、ベストセラーになった。ステーン・グリムルは2回結婚し、6人の子供がいた。末の息子のグドムンドゥル・ステーン・グリムソンはアイスランドの政治家であり、2007年の選挙では同盟から立候補したが、2009年には父や祖父と同じ進歩党に移っている。 ザレターフロームウェス、ハーマウセン、ザプライムミニスターオブアイスランド。セーマス。2010年7月28日閲覧。ありがとうございます。